最軽量の7班と言われてますから、当時市販車世界最速500はね、乗ったことない、7班はないね。あ、7班過激ですよ。いや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 、とても43年前のバイクに見えんでしょ。いや、ただ単に持ってるだけなんですよ。で、マフラーもないんでね、ワンオフでチャンバー作ってもらったんで。今日はこれも撮影してもらってもいいですよ。大したもんじゃないんで。いやいや、やっぱ白煙は500並みに吐く。吐きますよ。それもエンジンがね、温まった時にバーッと出るんですよ。マフラーに溜まってるオイルが燃焼する時に。だから回しとったら、そんなに白煙は吐かない。回しっぱなしの場合はね、この人は岡山でしょ、姫路でしょ、うん、えらいとこから来はりますから、皆さん、なんかどういうつながりかよくわかんない。あ、みんな YouTube 見て来られてます。あ、それで、はい、で、たまたまここで会うって感じ。そうですね。だから YouTube 見て、この間もノルウェーとかね、イギリス、アルゼンチンとか世界中だった。イエーイ、ありがとうございます。帰り6時間かかったらダメですよ。はい、よろしくです。よし、ありがとうございます。気をつけてね。またお会いしましょう。です。ほんなら、吉村の、あ、音聞かせてもらえますか。左で、ね。